いや、どうしよう、これ。どれもすごい個性があって、僕はちょっとこれつけられないかな。皆さん、こっちです。抽象リコブリだ。ひらひら。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターのドローン、サンセットレスカー、スーパーカーの続きになります。ドローンは前回の動画でプロペラ機を作りました。結構改造してます。で、サンセットレスカーはクラシックカーを作って、スーパーカーはホットロッドを組み立てました。この3つのクリエイターの最後に作れるのがボートということで、せっかくなんで3つ一気に作って、個人的に好きなボートを選ぼうと思います。はい、こちらのそれぞれの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは3つ一気に組み立てます。よし、しまった、ミスった。はい、3つともすべて完成しました。うほー、どれもクオリティ高いですね。順番つけられない。いや、どうしよう、これ。どれもすごい個性があって、僕は、ちょっとこれつけられないかな。一個ずつ見ていけば多分、わかると思うので、一個ずつ見ていきましょう。まずはこちらのスーパーカーのボート、これから見ていきます。うわー、もうめっちゃ雰囲気出ますね。では、スーパーカーのボート、こちら見ましょう。はい、全体は、このようになってます。これ自体パーツ少ないんですけど、コンパクトで綺麗にまとまってますね。これ上から見たら、グラディウスのビッグコアっぽいロボになりますね。このハンドルはスーパーカーとホットロッドと同じですね。そしてもう一番これ作るの大変だったらこれなんですよ。タイヤのこれ外さないといけないんですよ。これタイヤ外すの結構大変だったんですよね。で、背面はこのようになってます。では、ミニフィグを乗せましょう。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。あ、やっぱ雰囲気出るわ。いや、何回も言ってるんですけど、ミニフィグが乗るだけでめちゃくちゃ雰囲気違います。このボートは屋根がないので、このミニフィグも乗れますね。色合い的に違和感半端ないっすね。よっこらちょっと。無理ですもんね。では次はこちら。ドローンのボート、こちらを見ていきましょう。はい、全体はこのようになってます。そしてこれだけ唯一レバー型になってます。このドローンは小さいんですけど、このエンジンパーツがテクニックパーツなので結構リアルに見えます。なんといっても目玉はこれですね。後ろのこのプロペラ、このプロペラは回転します。ドローンのプロペラが生きてるの素晴らしいですよね。そして後ろのこの部分はライトですね。で、ドローンとプロペラ機同様、赤色と緑色のクリアパーツ、これが結構目立ってますね。で、こちらもミニフィグが乗れますので、先ほどのミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。これも屋根がないので、先ほどのミニフィグ、これも乗せれますね。このミニフィグは屋根のない乗り物しか乗れないんですよね。では最後は、はい、こちらです。サンセットレスカーのボートです。正式はクルージングボートと言います。これがね、結構でかいんですよ。大きさ比較しちゃうんですけど、スーパーカーのボートと並べるとこんな感じです。大きさ約 1.5 倍ですね。プロペラボートは見る感じほぼ 1.2、3倍ぐらいですね。はい、全体はこのようになってます。下側のこの黒いパーツ、こちらは2つあります。あー、やっぱかっこいいわ。これさっきも言ったんですけど、どれも順番つけたくないっすね。色合いはもうほんとサンセットレースカーともほぼ変わんないですね。クルージングボートのこの操縦席の部分はスーパーカーのボートと一緒です。やっぱね、このエンジンパーツかなり目立ちますね。サンセットレースカーとクラシックレースカーの時もこのパーツ結構目立ってたんですよね。で、しかもこれなんとタイヤがつかないんですよ。スーパーカーのモーターのパーツはタイヤの部分だったんですけど、今回タイヤパーツ一切使いません。タイヤのパーツ外したくないっていうのであれば、やっぱこちらの方をおすすめしますね。今回これ一人乗りですね。こちらもミニフィグが乗れますので、
はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。まあ大きさで言うならこのクルージングボートが勝ってますね。あーダメだ、あー微妙に入らない。座席は結構大きいのでいけるかなって思ってたんですけど、ギリ入らないですね。これは残念。はい、3つのボートを並べるとこんな感じです。いやーすごい、この並びスーパー戦隊のロボに出てきそうな並び方してますね。話かなり脱線しちゃうんですけど、スーパー戦隊でなんかクルーザーとかボートモチーフのロボっていたかな。どうだろう3月にキラメイジャー放送されるんですけど、モチーフが乗り物らしいので、もしかしたらボート出るんじゃないかなって僕は思ってます。もう先言っちゃうんですけど、この3つのクリエイターほんと素晴らしいです。まあ大きさで言うならこちら、まあ本物に近い感じにするんだったらこちらで、低価格で買うんだったらこちらですね。これだからレゴクリエイターはすっごい面白いんですよ。そうそうそう、ちなみに僕は新しいクリエイター2つ買ってるんですけど、なんとこれもジェット機が作れるんですよ。なのでこのクリエイター2つも今回の動画見のようにどれがまあいいのかやってみようと思います。まあ僕は正直ちょっと決められないんですけど、まあ皆さんだったら多分どっちになるんでしょうかねまあ僕はこっちがいいよとか言うのであれば、まあよろしければコメントお願いします。はい、レゴクリエイタードローンサンセットレースカースーパーカーのボートはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターサンセットレースカードローンスーパーカーのボートを3つ一気に作ってみました。これ去年発売されたクリエイターなので、これ買うとするならちょっと難しいかもしれないんですけど、レゴクリエイターって年を重ねることにもう結構良くなってくるんですけど、やっぱこの3つも素晴らしかったです。まあちょっとどうしても順番つけられなかったことはまあそこはごめんなさい。3つ開けて3つ作ったんですけど、どれも素晴らしいです。やっぱそれぞれ個性があるっていうところがやっぱクリエイターのまあ見どころですね。ちなみに僕今年のクリエイターはさっき紹介した2つと、あとファイヤードラゴンと、あとおもちゃ屋さん、これはジャケ買いします。まあすでに2つ買ってるんですけど、残りの2つはもう年内中に買おうと思います。この3つのクリエイターは本当に素晴らしかったです。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上ひろげでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。